シネマサロン映画業界ヒットの裏側。皆さんこんにちは、シネマサロンです。本日は、まず皆さんに緊急でお伝えしなければならないことは、雑談コーナーっていうタイトルは打った方がいいんじゃないですか。いや、そうなんですけど、もう雑談コーナーを言うの忘れるぐらい緊急なお知らせが。ほら、またいいなこと。このシネマサロンですが、はい、チャンスインという会社が母体で制作させていただいて、もちろん存じ上げてますよ。まあ、視聴者の皆さんは知らない方も多いかもしれませんけどね、はい、チャンスインから、T さんが、1月いっぱいで退社されることになりまして。それはまたいいなこと。一体シネマサロンはどうすればいいんだ。じゃあ我々の前から T さんが去っていくってことですか。どうなんでしょうか。どうなんですか、 T さん去っていくんですか。ちょっとなんかリアクションが薄いですね。薄いの。いや、頭かな。最近ちょっと薄くなっちゃって。どうしましょうっていう。 T さんがいなくなるっていうのはシネマサロンにとって非常に大きな損失だと思いますけどね。もう辞めざるを得ないんじゃないかぐらい。佐古さんよりも価値は高い。おっしゃる通りね、視聴者の皆さんが。視聴者の皆さん、じゃあ残念だね、いなくなっちゃうの。これどうすます。じゃあ困るんで、会社は退職されるんですけど、あの H 君同様、今後は、フリーの立場です、発注させていただいて。もともと自由な方ですもんね。それはそうです、ということで今日良かったんじゃないですか、ご本人のためには。まあそうなんでしょうね。でもなんかきっとこれをやりたい人いっぱいいるんだろうなと思います。そうかな。嫌なんじゃないの、みんな。そんなもん T さんじゃなきゃ務まりませんよって思ってんじゃない。いやいやいや、だって社内でも話したい、出たいって人います。本当にそんな既得な人いるんですか。いますよ。本当？いや、ちょっとそれが意外に。ちょっと合わせてよ、じゃあ今度。じゃあ今度ゲストで、ぜひ。どんな人たちなんですか。ということで、もう存続が危ぶまれたシネマサロンなんですが、はいはい、なんとかそこの部分だけは引き止めに成功しまして、今後はあの外注させていただくということで。すいません、ずうずうしく。なんかもう、いやでも多分ご覧になってる皆さんも、T さんがいなくなるのは、佐古さんがいなくなるよりも辛いです。いやいや、必要ないんです。ごめんなさい、本当に。死んだ方がマシかと思いましたからね。またまた大げさでしょ、本当に。いや、人は去っていくもんですよ。映画でもそういうのよくありますからね。そう。インシェリン島の精霊みたいなもんですよ、そんなの。あのほら、あと作家のなんか編集あったじゃないですか。何のこと言ってるの、全く分かりませんけどね。作家の編集の。マイニューヨークダイアリー。そう。あれもほら、部下の人を辞めちゃってね。佐向さんは引き止める派だけど、僕は別に容認派だから、いつでも。まあ、私も、もちろん引き止めはするんですけど、引き止められないと思ってますから。僕はあれで容認しますけどね。だってそんな、だって引き止めて、引き止められたことほとんどないんですもん。僕は引き止めないで引き止められたことはいっぱいありますけど、なんかね、いろいろ話してるとね、なんか引き止まるんですよ、勝手に相手が。なるほど。不思議なもんですよ。僕は引き止めることはほぼほぼない。なるほど。今まで2回だけ今じゃないんじゃないって言ったことはあったので、まあちょっといてもらってからその後辞めていかれましたけど、基本的にあんまり引き止めるってこと僕はしないので。なるほど、はい、じゃあそんな昇進の中、今回も T さん引き止めなかったよね。僕だったら引き止める立場ではないでしょ。でもなことないじゃん、一緒にやってんだからね。パートナーなんだもん。だからそれがうまくいってシネマサロンはやっていただけるんですかね。いやもう何のこと言ってるかよくわかんないですけど、チャンスインをに引き止める立場ではない。チャンスインなんか別にね。これなんかもうこれ以上そこ話すとあれじゃないですか。大丈夫です。そうですね。いや別に僕はだからあのね、ご本人が、そうやって佐向さんの引き止めにあってね、でも楽しくてやっ続けるっていうんだったらもう喜んで、楽しくてだからがゆえに何か申し訳ないなと思いますね、いろいろ。まあ、それは佐向さんに対してだって、僕とはね、別に関係ないですからね、それは、
お二人の話を聞くこの席はもう皆さんやりたいです。いやでも別にその席でも聞けますから。そうなんですよね、うん、じゃあいつもの雑談コーナーに戻りたいんですが、うん、一応質問は、うん、あの一つあのカラライズの映画がね、あー、うん、ローマの記述とかね、はい、ありますよね。今後そういうものがどんどん出てきて、うん、例えば 4K のデジタル化によって再映される映画も増えてるじゃないですか、うんうんうん、あの旧作の映画がどんどんカラライズされて公開されるみたいなことはあるんでしょうか、うんうん、いやあるでしょうね、うん、まあ要するに基本的に今映画はどんどんコンテンツ化されてるので、うん、コンテンツ化されてるってことは、うん、新しいそういう上映形態みたいなものが出てくれば、うん、まあ、一種 4K もそうだと思うんですよ、はいはい、だ 4K もカラライズも、うん、まあ、概念的には全然違うもんだし、うん、カラライズに反対されてる方が多いのも、うん、すごく承知の上で、うん、でも基本的にはそのコンテンツとして考えれば、うん、4K もカラライズも、うん、はいはい、そのコンテンツの一派生であるとしか考えられないので、うんうん、まあ、基本はすごく冷酷な言い方をすると 4K もカラライズも変わらないので、うん、当然カラライズすれば新しいコンテンツという概念になるので、うん、当然それは上映したり配信したり DVD にしたりするのはありだと思うんですよ、ね、そうですね、うん、多分カラライズ技術もどんどん上がってくるんだと思うんですよ、うんうん、最初のやつってやっぱりちょっとなんか違和感がね、まあ、ローマン最初出た時ね、うん、なんかあれ、うん、なんか着色みたいだったもんね、うん、だけどもう本当に撮ってんのかぐらいの感じになる可能性ありますよね、うん、僕は一つ言いたいのは、うん、カラライズしたらオリジナルがね、うん、見にくくなるということはやめてほしいと思うんですよ、うんうんうん、だからカラライズするときはぜひそのオリジナル版もね一緒に上映するとか、うん、一緒に配信で見られるとか、うん、まああれば、うん、僕は別にそのカラライズに目くじらを立てる必要はないんじゃないかなと思うんです、うんうんうん、ただね昔の俳優の顔を切り取ってきて主演させるとか、うん、そういうのはちょっとやっぱりなとは思うんですよ、うんうん、もちろんあのワンシーンとかに出すぐらいだったりニュース画面に出すのは、うん、まあギリギリありかもわかんないですけど、うんうん、その俳優がなんか新作の主演になるとか、うん、そういうのはちょっとやめてほしいなとは思うんですけどね、うん、個人的には、うん、これも全くの試験というか個人的感想ですけど、はいはいはい、うん、ということで多分カラライズはどんどん技術も進歩して、うん、今後はどんどん出てくる可能性はあるんではないかって、うん、頭の中ではカラライズしてますからね、うん、ああまあそうかもしれないですね、うん、まあ、だけど例えばさ昔で言うとね「カルメン故郷へ帰る」っていう木下圭介監督作品の有名な作品がありますけど、あれはモノクロ版もカラー版もあるんですよ、うん、だから昔からそういうふうにモノクロとカラー両方見たいっていう欲望はやっぱり観客にもあったと思うんですよね、うん、だからカラーライズが出てきてカラーライズを見たいと思う方がいてもそれはそれで自然な考え方じゃないかと思うので、うん、僕個人的にはそんなに目くじらを立てることはないんじゃないか、うん、ただオリジナルがそれでなくなるとかになったらこれは大問題だと思うので、うん、そこは一つ念をしときたいなと思いますけどね、うん、はい、じゃあ次、はい、新仮面ライダーが東映さんで公開されるじゃないですか、はいはいはい、庵野監督で、うん、新ゴジラ、うん、新ウルトラマン、うん、東映さんで終わりになったのに、うん、なんで東映さんで新でその辺の権利とかどうなってんでしょうかみたいなご質問をいただいたんですがこれも僕の勝手な推測でしかも力強く言うので、うん、さも自信がありげに言いますまあ新っていうその命名は、はい、多分庵野さんとかがお考えになられたことだと思うので、うん、別にそれは著作権とかじゃなくて、うん、庵野さんが興味がある題材にその新という新しいその脚色というか、うん、まあ、視点の切り替えというか、うん、をやられることだと思うので別にその会社がその著作権を持ってるとかいうことではないというふうに僕は考えますけど、ね、そうですね、うん、私も全く同じだと思います、うん、で庵野さんもエヴァンゲリオンとか、うん、まあいろいろやられてる中で東宝さんとか東映さんとかもお付き合いがどんどんできてきてるから、うんうん、じゃあ今度仮面ライダー死んでできませんかじゃあやりましょうみたいなのはね全然あると思います、ね、まあ、題材次第だよね。 でその題材を持ってるのが東映だったら東映だし、ね、まあ、例えばゴジラを持ってるのがだからもしかしたら今度はねガメラとかで角川さんとおやりになって新ガメラとかもあるかもわかんないし、ね、それで言うとね、うん、私は庵野さんに新でやってほしいのは、うん、デビルマンをやってほしいんですよね。前もこれいろんな話して僕は新009もあるんじゃないかっての話もしましたけどね、はいはいはい、まあでもそれはいろいろあっていいと思うし、まあ、あとは庵野さんがね
やっぱりやりたいもんじゃないと、ね、うん、できないですか、ね、そう。でもなんかそのシンっていうシリーズは面白い、うん、興味はあるのですごく、うん、もしあの庵野さんがシンでいろいろおとりになるのは非常に僕は個人的には楽しみですよ ね、 うん、そうですね、うん、しかもいろんな会社にまたがってやってほしいな。そうです、ね、できればアメリカでやってもいいよ、ね、あ、シン007とかね、うん、シンキングコングとかさ、やればいいと思うんですよ本当に、うん、はい、ということです、うん、はい。あとこのアルモドバルのね、うん、ヒューマンボイスのアートワークと、うん、アターブル、うんうん、これオマージュパクリ、デザイナーさんも同じなんじゃないの、なのかな、違うかな、違ったらパクリ、いやパクリちょっとインスパイアされてるよね、インスパイアされてるし、うん、この手法に著作権が生じるかっていうと、うん、生じないからパクリではないんじゃないのかな、うん、私の宣伝の過去の経験で言うと、うん、映画業界に入る前にハードメーカーにいたんですけど、うんうん、代理店さんとね、うん、プロモーションの企画の打ち合わせとかすると、うん、代理店のデザイナーさん当時、うん、30年以上前は、うん、佐藤さんこれでっつって写真集とか持ってきますからね、うんうん、でこんな感じでって言ってほぼほぼそのレイアウトでデザインされたものをラフで持ってきたりとか、その写真集の著作権のある写真のようなデザインになって出てくるってこと、そうですそうですそうです、っていうのがままありました。でもまあ訴えられたらやばいかもしれないよね、そのやり具合によってはね、うん、だからまあ広告業界は私がいた30年前はそんなのはもうあちこちでありました、ね、まあ、 あの日本で著作権っていうのが初めてものすごい問題になったのは、うん、スティーブ・マックイーンが訴訟を起こしてね、うん、東亜のカレンダーに対して、はい、でわざわざ裁判のためだけに日本に来日したことがあるんですよ、あれが確か1970年前後だったと思うんですけど、はい、そこからですよね日本の著作権が一気に変わったのは、はい、それまでだからあのヘラルドも、東亜もその自分のところで買った映画の、スターのアップの写真とかでカレンダー作ってたんですよ、うん、それにスティーブン・マックインが文句をつけたんですよ、うん、あとすごいのはそのスティーブン・スピルバーグが飛行機に乗ってる時に香港のプロデューサーだと思うんですけど某何々氏とですね、うん、同じ隣の席になったんですよ、うん、そしたらその某何々氏がぜひ今度ね ET やるあのパンフレットを僕に扱わせてくれないかと頼んだら、うん、スピルバーグがいいよって言ったんですよ、うん、それでその ET の日本でのパンフレットの権利はその人の手に落ちたんですよ。これもだから日本でその著作権がすごくその問題になった一つのポイントで、あともう一つはトム・クルーズの映画でちょっと今なんだか忘れましたけど、それのパンフレットで写真が6枚しか使えなかったのにパンフレット作んなきゃなんなくなったんですよね。これもだからかなり本国にアプローバル飛んのにかなり苦闘されたみたいで、その3つは結構日本のいろいろな著作権、映画業界の中における著作権のすごい問題になった3つだと思うんですよね。あと私がいたハードメーカーで、うん、ジェームス・ディーンの、まあ、写真を使ってプロモーションしたことがあって、うん、それがちょっと遺族からクレームが入って、うん、まあ、来るよね、うん、で使った写真は他のね、の管理会社系から、うん、あ、買ったのちゃんと買ってたはずなのに、でもその使用範囲はどこまでなんですか？だからその辺がちょっと若干、うん、まあ、代理店さんが入ってたにもかかわらずグレーで、うん、バカなんじゃない、揉めたことがあるんですよ、大騒ぎでしょそれ、うん、で、まあ、結果的に会社側はね、うん、そちら側の責任ですよねってことで落ち着いたんですけど、うんうん、いやーなかなかやっぱりそういう権利的なところは、うん、まんま使うと当然、うん、ちゃんと手続きが踏まれてないと揉めますよ、それは当たり前ですよ、そんなの当たり前のこと、うん、まあ、多分その著作権って概念が世界中で一番最初に大きく変えたのは多分ウォルト・ディズニーさんだと思うんですよね、うん、やっぱりディズニーのあのキャラクターをどういうふうに使うかっていうのがかなりやっぱりそのディズニー、まあ、会社もウォルト・ディズニーさん個人もあとディズニーさんのお兄さんだっけ、あの一緒に会社をやった社長さんが結構やっぱりその著作権の概念っていうのを確立された、まあ初期の一例だと思う、ね、日本でもあの小学校のプールにあのミッキーマウスの絵を描いたプールがあって、うん、それがディズニーさんから本当、うん、それニュースになったの、それいつの話、もうだいぶ前です、いや当たり前だろ、10年以上前、あ、そんな最近なの、20年ぐらい前かな、そんな最近の話か、うんうん、それはかなり最近でやっちゃいけないことだよ、ね、うん、だからもうてっきり1960年代ぐらいの話だと思った、
20、30年前の話で、うん、それがやっぱりもう原因としてあのしゅすいませんでしたっていう、ね、それは当たり前の話だよね、そんなの。でも意外と学校関係の方々でも、うん、ちょっと学校で上映するんで貸してくださいとか、ね、バス乗ってると、うん、トラさんとかやってたじゃん、やってた、ね、全部あれアウトですか、ね、アウトだから、うん、なのに当時はもうそういうのが法律違反だなんて誰も思ってないからね、うん、最近でもあの、うん、飲食店で、ね、あの壁にモニターに DVD 出したりとか、うん、そういうのもありますからね、あれも基本的には法律違反ですからね、ちゃんと来たらもうアウトですね、うん、はい、質問コーナースルーしてるわけじゃないんで忘れたりすることがあるので、あとチェックしきれないのもあるから、はい、そういう時はもう一回念をしていただくと、はい、翌週、翌月、なんでまだ寝ないんですか、うん、みたいな、翌週に回しますんで、はい、なんかあんまり質問しても答えが返ってこなければもう一回ぐらいちょっと言っていただけると、別にガン無視してるわけではありません。あと何、一つなんだっけ、僕に対して、うん、それ山吹最初の予告の時に言及しなかったのに、なんであんなに後でキャッチアップの話をして、それはなぜなのか理由が言ってほしいっていうのが、うん、ちょっと僕はそのご指摘の僕が予告で話した時の動画を見直しますんで、ちょっと一周待ってください、はい、なるほど、うん、来週それを見てお答えします。どんな風に言ってたか全然覚えてない、覚えてないね、うん、多分選定の時とあれですね、テンションが違う、うん、はい、はい、じゃあ今週のニュース、はい、映画賞キネ旬報、まあやっぱり一つはキネマ旬報ですよね、うん、昨日だからその主要賞だけが発表されたんですけど、はい、日本映画作品賞の第1位は稽古目を澄ませて、これはまあ割と評判がもうね、特に最近の傾向でいうと、キネマ旬報の第1位はインディペンデントの多くの人が支持している映画が1位になるっていうのが、まあ割と最近のパターンなんで、これは割と予想通りなんだけど、外国映画が結構驚いたんですよ。外国映画のベスト10第1位リコリスピザだったんですよ。これは驚きますよね。これはちょっと意外だよね。まあいい映画なんですけど、うんうん、でも1位かよ、ね、1位ってことはキネマ旬報で多くの人が投票したか、うん、投票した人が多分1位に近い10点とか、うん、まあ第2位9点第3位8点とかで入れてったか、どっちかだと思うんですよね、うん、だから押しなべて全員が入れたか、押しなべてはないんだけどある程度一定数の人が高い点数で投票したのか、うん、これは明日発売のキネ旬を、で僕来週ちょっとキネ旬の編集者と飯食うんで、はい、このベスト10の話をね、話をねするので会うんですよ、わざわざ。なるほど、ありがとうございます。いや違う、キネ旬の編集者がピーチさんがどう思うか意見を聞きたいっちゅうんで、なるほど。いやこれ結構毎年やってんだけど、僕一回だから正規にキネマ旬報のベスト10に対して意見を申し述べるっていうキネマ旬報が企画したその記事の話す出席者の一人で出たことがあるんですよ。ちゃんと記念順の何月号だったか忘れましたけど出てるんですよ、ちゃんと。で元記念順の編集長の関口さんと映画 .com の編集長の大塚さんと3人で提談したんですよ。あ、それに記念順の編集者入ったかもしれない、うん、それでキネマ旬報のベスト10についてどう思いますかっていうのを話したことがあるんですよね、うん、なので今回は個人的にちょっと聞いてみたいっていうことなんで、来週ちょっと会ってキネマ旬報ベスト10についての存念を話すことになったんですけど、なるほど、うん。それで文化映画作品賞が、私の話、部落の話、うん、これもちょっと見たかったんだよね。そう、見られちょっと見たかったんだよね。それからやっぱりすごいのは、やっぱり横浜、映画祭でも高いところに入ってましたけど、あと何だっけ、映画芸術でもね、高いところに入ってましたけど、夜明けまでバス停でが非常に評価が高くて、日本映画監督賞、高橋晩明さんと、日本映画脚本賞、梶原秋さん、が選ばれていて。なかなか評価が高い作品になりましたよね。これも結構驚いたんだけど、外国映画監督賞ペドロ・アルモドバル・パラレル・マザーズも結構驚いたんですけど、っていうのはパラレル・マザーズ自体はまあ素晴らしい映画だと思うんだけど、ペドロ・アルモドバルのベストかっていうと、まあ、そうとも僕には思えなかったんですけど、でもこれを評価する方がきっとキネマ旬報の評論家の中には多かったんだ、ね、あのね、星取り表みたいなのが一覧表で出ますもんね、うん、出ます。外国監督部門も出ます。だからあれって最高点上げた人だけじゃなくて、中間点みたいな人もこうまんべんなく取った方が結局は上位にいくんです。だからやっぱりその点数、1点ずつまんべんなくいったって取れないわけじゃないですか。そうですよね。だからやっぱある程度点数が高くて、うん、ある一定数が入れられた時に、うん、あとその対抗作品がどうなのかもあると思うんですよね、うん、
うん、突出してればみんなが8点以上で大勢がいれば、うん、それはもう当然1位になるんで、うんまあ、これもだから意外だったなと思うんですよ。で主演女優賞は全く意外じゃないですよ、うん、ほぼ全ての人が予想した通り、うん、岸由紀乃さんが稽古を目を澄ませて、うん、神は見返りを求める、うん、犬も食わねどチャーリーは笑うやがて海へ届くということで作品的にも結構恵まれてますよね、うん、しかもほぼ全て主演ですしね。ということで、まあ、岸由紀乃さんの年だったっていうことは言えるんじゃないですかね、うん、まあ日本アカデミー賞の主演女優賞にも稽古目を進ませてで上がってる通り、あ、日本アカデミー賞はあいうえお順じゃないかという意見がございました、うん、そうかもしれません、うん、あれは勝手な私の推論でございます、うん、そちらの方が正しいかもしれません、うん、それから主演男優賞は沢田研二さん、土を喰らう12ヶ月1本ですけど、まあこれはね、毎日がコンクールの主演男優賞と、まあ熱演でしたよ、うん、あと柄にも合ってたやつ、ね、合ってましたね、うん、助演女優賞は他でも取られてますけど広瀬涼子さん、これちょっと僕は意外だったんだけど、あちらにいる鬼が結構評価高かったんじゃないか、これまだ見てないんでね、今もまだシネスイッチ銀座で上映中なんでちょっと見てみたいなという気持ちが多少強くなりました。バスカビル家の犬シャーロック劇場版とコンフィデンスマン JP 英雄編にも、一応大賞作品になった。そして助演男優賞、これもまた大賞作品が結構ねみんな評価が高かった三浦智和さん稽古目に目を澄ませてが多分一番評価高いんだと思うんですけど、でも線は僕を描くのあの師匠もね、はいはい、よかったですね、評価高かったしグッバイクルエルワールドなんかも評価高かったんで、まあ三浦友和さん、順当なとこなのかなと思う。でこれで稽古目を澄ませては、日本映画作品賞と主演女優賞と助演男優賞とあと読者選出日本映画監督賞が三宅翔さんで4部門取ってますね、まあ、席巻してますね。そうですね、一番多かったと思います、うん、そして新人女優賞はマイスモールランドで嵐莉菜さん、まあ、他でもね賞取られてますけどね、うん、確か日本アカデミー賞も嵐莉菜さん獲得されたと思うんで、それから新人男優賞は目黒蓮さんということで、なんか急遽サイレントの話をしたみたいですね昨日ね。あ、そうなんだ。してました。なんかネットでもうすでに上がってました、ね、それはどこで？でもキネマ旬報の授賞式、授賞式でお話されたんです、うん、昨日ね、YouTube でも流れてたかな、7時から9時だっけぐらいですね。で、一応表に配信されたんで、うん、多分ご覧になってる方は多いんじゃないかと。そのキネマ旬報の編集者が僕にそれ見とけって一応言ってたんだけど、うん、昨日はシネマサロンの準備もあってなかなか見れませんでした、うんうん、まあ目黒蓮さんはねやっぱり大ブレイクした年と言えるんじゃないですかね、うん、月の満ち欠けと映画おそ松さんが一応大賞作品になってるし、うん、まあテレビでのねサイレントを勘案されてる方もいない、うん、いないやいるやいるやいないやだと思います。舞い上がれは、まあ、勘案してる人はあんまりいないんじゃないかと思いますサイレントですね、うん、失礼しました。それから先ほど見ました読者選出日本映画監督賞は三宅翔さんですね、稽古を目を澄ます、うん、そして読者選出外国映画監督賞は高田愛の歌でシアン・ヘダー監督、うん、あとちなみに読者賞は川本三郎さんが映画を見れば分かることのレース、これもでも3回ぐらいこれでお取りになられてると思うんですけどね、うん、特別賞小林信彦さん、小説の執筆活動と並行して喜劇論からエンターテインメント事業までさまざまな映画に関する書籍やコラムを発表し映画文化全体の発展に大きな功績を残されたことに対して、僕が子供の頃はちょうど小林信彦さんがキネマ旬報で連載しててそれはやっぱりすごく毎号を面白く読みましたよね、うん、あとやっぱり日本の喜劇人、日本の喜劇人だったかな、まあ、新潮文庫で今出てると思いますけどあれに影響を受けてない喜劇系の方いないんじゃないかと思いますよね、うん、ミュージシャンも結構多く影響を受けてると思いますし、うん、いうことで、まあ、いかにもキネマ旬報らしい賞なんじゃないかなとすごく思いましたけど、 T さんなんかこれ感想ありますか？なんか昨日ちょうどそれ私配信見ていて、うん、まるまる全部見たの？まるまるじゃないですね、追いかけて、まあ、ショーのところ、うん、それで岸由紀乃さんがやっぱりかなりコメントも熱を持ってお話しされてて相当嬉しかったと思うよ。これいや私もなんかそれを見てすごい感動したし、あ、よかったですね、すごいよかったと思いました。やっぱ木村淳子のショーは結構嬉しいよね。そうですよね、そうだからすごいご苦労の話とかされてたんですか撮影の時に？なんかそれもですけど多分この自分が撮れたこと
をすごい本当に嬉しいし、そこに名を連ねること、うん、そうです、名が連なったことに対して、ね、うん、なんかもうそれをすごい映像でとお話しされたことで感じたので、すごい私も嬉しかったです。で、まあ、彼女にとって勝負の年だったからね、うん、よかったなと思って。結構目を澄ますって相当な気概で臨まれたと思うし、なんか YouTube だから横にこうコメントがみんな出るんですけど、やっぱりこの目黒さんのコメントが結構多いんで、うん、それもあってじゃないけどこういきなり振ったりしたのかなとか思いましたね、目黒さん。全然違う方のいつだっけな、結構目を澄ませてる時だったの、話の時に、あちょっとって言って、ろう者でつながってるから、あそういえばサイレント出てたんでちょっとお話みたいな感じでいきなり入ったんで、司会はあれだっけ、彼だよね、アナウンサーの方です、うん、あのフジテレビの元フジテレビの笠井さん、笠井さんで、そう、うん、そうだからなんかコメントがもう目黒くん、目黒くんって感じだったからかなとかちょっと思ったけど、フジテレビだしね、そうかもしれないですね、一応フルスに配慮したんでしょうね。佐藤さんはどうですか、ご意見。まあ、やっぱり稽古目を澄ませては、あのうちのねチャンネルご覧いただいている視聴者さんの評価もすごく高かったし、まああれは評価しない人はいないね、うん、まあね、岸井ゆきのさんの演技とあとそこに至るまでの体の作り込みとかも大変だったろうなと思います、ね、まあ、でも岸井ゆきの初めて見た時、意識した時も、まあ、いい役者だなと思ったんで、まあ、どっかで撮るだろうなと思ってたけどね、でもやっぱり人間さ、なかなかそのチャンスがね、うまく転がり込んでこない人もいるし、そうですね、チャンスの時にものすごい強敵ライバルがいる時もあるじゃないですか、うん、これがなかなか難しいんだよね、運と縁とタイミングですね、本当に生きてるのって運なんだよね、うん、縁でタイミングなんだよね、これが難しいんだよね、難しいですね、うん、だから悲運に泣く人もやっぱ多いしね、まあ森コーネがそうでしたよね、まあ、あれはまたちょっと別なんで、アメリカのショーだからね、あれは、あれは悲運ではなく結果は やっぱり彼がイタリア人であるってことが大きいと思うので、ちょっとまたそれとは違うんじゃないかなと僕は思いますけどね、うん、あと1月の下旬になると必ずある映画業界の行事として、うん、まあ、英連の発表っていうのがある、うん、英連というのは基本的には日本のメジャー、うん、東宝松竹東映角川さんもね、今日活最長外れてるんだと思うんですけど、まあ、その4社の英連の方が、まあ、年頭挨拶みたいな形で昨年度の、まあ、興行成績を発表するんですけど、一応世の中のネットニュース的にはコロナ前の9割まで数字は戻ったと、数字というのは興行収入は戻った、だけどまあその興行収入の多くは100億超えのメガヒット作品の興行収入によって成り立ってる、これはどう考えるかっていうのがネット上の映画ファンの中で結構みんながね取り沙汰してる問題ですよね、佐藤さん。そうですね、やっぱり大ヒットがバンバン100億が何本も何本かで支えられると、うん、ちょっとそれ以下のね、うん、50億前後が何十本かあるかっていうのと、うん、比較しちゃうと一本かぶりにすごいなっちゃうのは、うん、やっぱりなかなかいいことばかりではないような気はしますよね、うん、あともう一つ勘案されるのは、うん、やっぱり特殊上映がどんどん増えていて、はいはい、まあ、昨今一番増えてるのはドルビースクリーンがね増えてるじゃないですか、でもちろんその 4DX あと IMAX とかどんどん、まあ、増えてますよね、うん、まあ、どのシネコンも1スクリーンか2スクリーン、そういう特殊上映にしてますよね、あと、まあ、東方でいうとドルビーアトモスも、200円増しだったかなと思うんで、うん、なのでどうしても平均単価は上がってくるし、当然興行収入で一番当たってる映画が特殊上映をやる機会が多くなるので、うん、映画が当たれば当たるほど特殊上映によってそのいわゆる平均単価も上がっていくし、パーベリージも上がっていくし、全体の興行収入の単価も上がっていくってことになるので、はっきり言ってその興行収入が増えていってもそのいわゆる特殊興行の数字が増えていってるのもあるんじゃないかなというふうにも思いますよね。まあ、ちなみに上位はいずれもアニメ作品で、1位はワンピースフィルムレッドが197億、劇場版呪術廻戦ゼロが138億、スズメの戸締まりが 131.5 億ということで、まあ、日本映画ねならではだと思うんですけど、まあ、アニメの当たり年で公開された映画全体の興行収入は前年比 131.6% の約2131億円、これかなりの水準でコロナ前に戻ってきてると思うんですよね、うんうん、でもちろんそれはアニメが推進してるということはもう
自明の理ですよね。で一応東宝の島谷社長、英連の島谷会長はコロナ禍で観客動員が落ち込んでいたがファミリー層高齢者層で回復してきたと、まあ、一番やっぱり減ったのは高齢者の方々がやっぱコロナ怖いから劇場に足を運ばなくなったっていうのがちょっとやっぱり辛いところではあったかなと思います。でもだいぶ戻ってきたと思いますけど ね、 目で見ていく劇場行くと混んでますもんね、うんうん、僕はちなみに昨年の映画鑑賞本数は249本、うん、シネマサロンのおかげでね、うん、大変だったですよねお疲れ様でした、うん、ちなみに佐藤さんどのぐらいご覧になったんですか。まあ、多分200本ぐらい数えてないもんね、うん、そういうのこだわらない方ですもんね全く僕ら性格違いますねあと、うん、途中ですけど、うん、なんか洋画がやっぱりちょっと去年弱かったような気もするんですけど、まあ、どうしてもこんだけアニメが強いと洋画弱くなりますよね、うん、マーベリックが当たったぐらいで、うん、他なんかちょっとね大ヒットはないかなみたいな。そうね。でほらディズニーさんのアニメがドーンとヒットした年もあるけど、うん、ディズニーさんのアニメもそこまで振るってない、ね、やっぱり日本の場合日本のアニメのがどうしても強いからね、それはなんか宣伝にお金かけてないんじゃないの説もあるんですけど、うん、というのはどういうんですか。ディズニーさんがもっと昔は宣伝費かけてたんじゃないか、うん、どうだろうかな。それはちょっとね、某 H さんに聞かないと分かんない、まあ、一つあるのはその媒体としてやっぱテレビが弱くなったっていうのがあると思うんだよね。でどうしてもその紙にも多分そんなにお金は入れなくなるでしょ、まあ、となるとネットで昨年は確か全広告費の内訳の中で、うん、テレビよりもその他が上回ったんだよね、うん、確か、うん、だからやっぱりネットにかけている宣伝費が高くなってるっていうのはあると思うんだけど、うん、でも押しなべて前のだからテレビが突出で高かったメディア費は今なくなってるってことが言えるからだと思うんですよね、それはね。まあいうことで、まあ、かなり、2131億円っていうのは本当にコロナ禍前のほぼ水準に戻ってきたかな。ただ懸念は、うん、今年そこまでアニメの作品がなければ、うん、またちょっと今年は、まあ、でも毎年そういうのはあるからね、波はね、波は、うん、ただやっぱり確実にその特殊上映が増えてることもあって、うん、まあ興行収入全体がそれによって多少上がってるっていうのはあると思うんだよね、うん。これあの発表されるときに各社の社長さんが出られるじゃないですか、うんうんうん、あの角川で夏の社長がお出になってて、うんうん、で夏野さんだけあの黒のタートルネックだったのがすごい夏野さんらしいなと思って。そうなんだ。他の皆さん普通にネクタイ。角川前会長のお話をされたみたいで、うん、あ、そうなんだ。あ、そこはチェックしてないんだ。してない。え、タートルネックチェックしてもタートルネックの方がタートルネックの方が佐藤さんのやっぱり視点とかすごいですねお詫びされてた、独自固有ですね。お詫びされてたんですか、うん、結構それは、まあ、ご発言されたみたいですよ、うん、あのぜひネットニュースでね、英連、2022年度興行収入発表っていうのをあの検索していただけると出てくると思います。あと最高に面白いニュースがあって、はい、なんとあのゴールデンラズベリー賞が、はい、先週話したライアン・キーラー・アームストロングさんのノミネートをキャンセルしましたね、はい、これは面白かったですね。彼女はいくつぐらいなんでしたっけ。11歳で出て今13歳なんですよ。まあ、だから先週僕が13歳13歳って言ってるのは現時点のお年ですね。でも撮影時は11歳だったってこと、それで11歳の少女をノミネートするのかってことでなんと取り下げましたよ。さすがもうアメリカもコンプラの影響すごいですね。今後は未成年者を審査対象から外すと言って。未成年とは何歳。18歳じゃないのかな、多分15とかではなくて18だと思うの、多分アメリカの未成年って多分18だと思う。18歳未満と書いてあります、うん、だよね、うん、いうことであれですよね、先週も話したけどやっぱり今あれだよね、そのネットとかが非常に強いしSNS が強いし、やっぱり世論がさ攻撃力を持ってるから、うん、やっぱり対応していかないと。しかもゴールデンラズベリー賞の立脚してる位置が、うん、今のコンプライアンスから考えると揺らいでるよね。これ結構存続するのは大変ですよね、うんうん、ラジエーションなくした方がいいんじゃないかってコメント、まあ、僕はあってもいいと思うんだけど、うん、でもその存在意義っていうのがやっぱ多少その世の中から疑問視されるのが年々強くなってると思う。だ私のイメージはちょっとなんか茶化して笑かそうみたいな、うん、そういうとこもあったと思うんですけど、まあ、なんかお遊びね、その側面よりもなんか、うん、もうすごい批判
賛してるとか非難してるように見えちゃう人が多いでしょ、ね。まあ、一つはねやっぱりね、うん、あのこれ、ま、前もそのショーの権威って話をしたんですけど、うん、ゴールデンラズベリーションもね49回なんですよ、うん、多分このね続いてる歴史もね問題なんだと思うんだよ。これ一回こっきりでお遊びって言えばそんなに目くじら立たれないけど、毎年やってついにもう43回で、やっぱり歴史って権威になっちゃった、なっちゃうんだよね、どうしても。だからその周りから見てる目もだんだん、そのラジーショーっていうのは権威に対してのアンチだったはずなのに、ラジーショー自体もある種の権威を持ってきてしまうっていうところが、もう自らその自己矛盾になってるのと、まあ一つの皮肉アイロンになってるのと、まあそういう側面がやっぱ強くなってきてんだと思うんだよね。それでいて世の中が一年一年コンプライアンス的に非常に厳しい目、それからそのいちいちその SNS がまるでそのコンプラ警察みたいな人たちもいるわけじゃないですか。だからもうライアン・キーラー・アームストロングちゃんがノミネート上がった時点でバーッともう来るわけでしょ、うん、もうやっぱりそれで43回やってるラズベリー賞っていうのが、その自己矛盾を抱えながらそういう風に人から批判されるようになってるっていうのが一つの問題で、こうやってラジー賞が立ってるこの立脚点がもうすでに危ういものになってるってことは言えると思うんだよね。あのおめでとう素晴らしいってやってるアカデミー賞ですら、うん、その男女の区分とか、一番問題なのはゴールデングローブ賞だよね。人種とかいろんな、うん、そういう褒める方でも文句言われてるのに、うん、けなそうだ、けなそうはそれ大変だよね。それは人をけなして立脚している賞っていうのがやっぱり立ち行かなくなる可能性はあるよね、うん、昔トースポのねたけしさんがやられてる賞も、うん、でもあれは、まあ、別にダメだって言ってるわけじゃないからね、ちょっと茶化してるやつがあるじゃないですか。茶化してはないんだよね、あれ茶化してはいない、茶化してるように他人から見られるけど、でトースポさんがそれをまたちょっと煽ってたりするんですか。でもたけしさんは別に茶化してはない、うん、僕ね一回受賞者で上がったことあるんですよ、はい、あれ、はい、あのたけしさん私も会場に一回だけ行ったことあります。いやいや僕登壇したんです。登壇したんです。なんで、世界中がアイラブユーが外国映画賞を取ったんですよ、うん、それでね面白かったんですよ。あの時ね、あのうちのだから上司が出るはずだったんだけど、うん、お前出ろよって言ったの、うん、で僕が出ることになったら、一応場内的には社長の代理の部長が今回ご出席にならないので、うん、課長代理だったかな当時僕、うん、課長代理が代わりに登壇しますって言ったら、たけしさんがそれに突っ込んだんだよね、でんでんねって平社員になったりしてとか言ってでそれはまあ彼一流のそのまあ、一応映画会社に対する揶揄だったんだけど、僕が全然それに触れずに、もうたけしさんから賞をいただけるなんてすごい嬉しいです、こんなあの素晴らしいことはない、もう本当にこの映画やってよかったと思いますみたいな真っ当な挨拶したら、たけしさんは僕の擁護に今度回って、うん、なんかそういうこうフォローする発言をされて、お前もみたいな、そうじゃなくて、うん、もちゃんと、もっとちゃんと擁護する、うん、あの僕の立場じゃなくて作品に対して、あのたけしさんってそういう人で割と疑惑家なんで、うん、まあ、笑い取るためにそういうふうに最初そういうふうに言うんだけど、僕があまりにも真っ当な挨拶したんで、彼はちょっとまずかったな言って、ちょっと悪かったな、あの映画いい映画だったよね、いやいやそういうんじゃなくて、もっとちゃんと、もう何つったかちょっと全然覚えてないんですけどね。それであの東京スポーツの一面に写真が載ったんですよ、受賞者、うん、そこの一番端に僕も写ってるんですね、うん、今でも持ってますけどね、今度見せましょうか隣はあの佐藤ひとみさんです。バウンスコギャルズで新人賞だったんで、僕はね、向かって一番左に出てるんですけど、その隣は佐藤ひとみさんですね、うん、お酒が強い佐藤さん、お酒が強い佐藤さんが僕の隣でした。すごい綺麗な可愛い方でした。なるほどね、うん、いうことであれですよ、なかなかこうショーをやっていくのもね、先週も話して、いや大体男優が5人も取るわけないじゃん、いや僕は別にそういうことを申し上げてるんじゃなくて考え方としてはそういうことも可能性としてはあり得るよねっていう話をしただけで、僕も別にそうは思ってません。でそこで稽古が素晴らしいのを僕も認めてます。うん、そういうことを申し上げたんじゃないんですけどね、ただやっぱりそのコンプライアンスみたいなものをどんどんこう勘案していくと、逆にそれが本末転倒になる可能性があるよねってことを僕は申し上げたかっただけなんですよ。私はだから当事者の方はどう思ってらっしゃるのかちょっと聞いてみたい気がする。でも別に当事者だけの問題じゃないからね、これは。だけど当事者の意見ってやっぱり、当事者って誰のこと言ってるの。だからそのセクシャリティで、うん、じゃあ自分は性自認で男女に分けられないと思ってる方がいらっしゃるのか、うん、それとも女性から男性に移っているのか、それは当事者の誰を指してるのか僕は全く今の説明を聞いても分かりませんけれど、意見は人様々だと思いますよ。うん、
だから大変なのよ。なぜかというと正解がないから。しかも答えは一つじゃないし、ね、だからトランスジェンダーの方でも A っていう意見もあれば B っていう意見もあって、まあ、その人によってね、うん、様々だと思います、うん、なるほどね、うん、それが果たしてその世の中のなんかいろんなものを是正するのか、うん、解約するっていう可能性もあると思うんですよね。だからこれはなかなか難しい。しかもそれを是正するだろうと思うのか解約するだろうと思うのもやっぱりその人それぞれの意見なんで。しかもこれがねまたじゃあ会員全員で測ってみましょうっつって73対27になったから73が正しいかっていうとそうでもないと思うんだよ。でもとりあえず多数決で73なんで多いからやりましょう、まあ、これはあると思うんだけど、やってみたらでも良くなかったら直すっていうことも前提で変えるならありかなとは思いますけどね、うん、やっぱり人間はさ間違いを犯すんで、そのもし間違ってたら修復するっていうのはねやっぱり大事なことだと思うんですよね。だから常にいつもこっちが正しいっていうんじゃなくて、やっぱり揺り返してその是正していく、まあ、修復していくっていうのはやっぱりすごい重要なことだと思いますけどね。あとよろしいですか。あ、なんか喋りたいことがあるんですね。今週の訃報またですか。あの笑いながら言うのやめてくださいね。いやいやもう本当にはしゃいでるだけだから、もう本当に鮎川誠さんがお亡くなって、あー C&ロケッツね。で、あのこれちょっとね、自分そのシナノロケツの画像とかを、まあ、検索とかで見てたりしたら、うん、レモンティーっていう曲があるんですけど、え、それウアさんの、うん、違うんだ、うん、これが、うん、トレインケッターローリンヤードバースの、うんうん、まあ、カバーなんですね。あ、そうなんだ、うん、日本語タイトルがレモンティー、レモンティー、でそれをあの先にお亡くなりになった椎名さんが歌って、うんうん、シナノロケツでやってるんですけど、うん、でそのトレインケッターローリンって、うん、ヤードバース曲じゃないですか、うんうんうん、でそれやってたのはジェフ・ベックなわけですよ。あ、そういうことか、うん、なるほど。ジェフ・ベック死んじゃって、うんうん、その後すぐにカバーした鮎川さんも亡くなっちゃうっていうのはね、なかなかちょっと感慨深いなっていう。鮎川さんって映画主演されたのご存知？あ、そうなんですよ。知らないんだ、うん、何ここでなってたんですか。ジャージな2人、あはいはい、ありましたね。なんかどっかで追悼場やってくる、うん、共演はどなたか覚えてますか。坂井雅人さん。あ、そうだ、あれガーデン、ガーデンしてます、ね、ですよね、うん、そうだそうだ、うん、結構なんかねちょっと面白そうな映画だった。僕はあれ見逃してるんですよ、うん、あれ監督誰だったかな、誰になってる。鮎川さんとね、鮎川さんと、坂井さんがジャージに来て、うん、中村義弘さん、え、中村監督だ。中村義弘か、最近名前見ないよね、彼の。そういえばね、ぜひどっかでね、椎名さんの追悼で、うん、ジャージな2人ちょっと見てみたいな気がしますけど、ね、なんか T さん話したいことありますか。一本映画を見ました。おお、ムーンライト。おお、あれ見たんだ、ミスタームーンライト、うん、面白かった。面白かったです。なんか結構予告だとそういう著名人とか芸能人の方が語ってるのを抜いてたんですけど、はいはいはい、結構実際その東芝レコーズ、いろんなレコード会社の方とかが結構長く話されてて、なんか予想と違ったの、ビートルズはそんなに出てこなかったんですけど、呼ぶ経緯みたいな、呼ぶための自分の思いみたいのが結構語られてて感動しました。彼らの青春でもあったからね。そうなんですよ、結構そこがうるっときましたね。東芝 EMI ではなかったの、東芝レコードだったのかな、当時は。だった気がするんですね。当時は東芝レコードだったのかもしれないですね。なんか私はなんか EMI って気持ちをすごい強いんですけど、楽しそうに皆さん話して、石坂さんとかかな、かな、うん、そうです、うん、確か、うん、面白かったです、うんうん、僕はじゃあそういうんだったら僕はあれ見ましたね、秘密のなっちゃん。あ、なんかちょっと僕は期待外れでしたね。あのもっと全然面白くなったと思うんだけど、どうもやっぱり脚本もあの演出ももう一つだったですね、うん、ちょっと残念でしたね、うん、あとT さん、ミセス・ハリス・パリエ君もご覧になったんでしょう。もう見ました、うんうん、よかったです。結構当時勧めてくださったコメントもあったんですけど、はいはいはい、見れなかったんで。たくさんありましたね。特に T さんには見てほしかったっていう、ね、そう、あれ結構年間に入るのではないかってぐらい、うん、素敵でした。じゃあ楽しみだね、2月の、うん、もうじゃあ記念順は明日発表されるから、いつ頃やるんですか。来週か再来週。来週は早くない。再来週かな。ちょっとできればね、明日その順位表を見て、見逃してるやつは一応見ときたいなと思うんだけど、まあすぐそんなにね見られるかどうかわかんないけど、
まあ再来週ぐらいかな。はい、じゃあ年間フェイバリット、年間フェイバリットねやりたいと思いますので、その時はまた何パンフレットプレゼントとかやるんですか。やりたいと思います。じゃあ皆さん楽しみにしてください。やらないと大変、はい、うん、もったいない。もうたくさんプレゼントしないといけない。もう今日パンフレット忘れてきちゃってで質問すぐ漏らしちゃうんで、うん、あのすいません、すいません、すごく追加でいただければと思います。なんか質問バスケットみたいに作ったらいいんじゃないの、どっかに。あ、なんかできないの。そうですね、なんかちょっと考えます。ちょっと考えて、うん、チャンスイン辞めるにあたって質問について考えます。チャンスイン辞めるにあたってちょっと考えてもうどうすればいいんだ俺はあと一応オフ会も企画はちょっとしたいと思ってますね。もうでも結構なペースでいっちゃうよね、1万。あ、そうなんです。なんかペース上がってます。なんか上がりましたよね。おかげさまで。上がった。皆さんのおかげですよ。もう本当に。僕ね、3000人ぐらいしか行かないと思ってたの、これ始めるときに。で、3000人ぐらい行ったら、3年経ったらやめようかなと思ったんだけど、うん、なんか責任を最近感じるようになっちゃって。どうも僕、こう責任感が強いもんだからさ。なかなか俺やめられなくなって旅行も行けないし。旅行は行ってもいいですよ。あとね、就活もしたかったんですよ。あ、おしまいの活動ね。うん、もううち、ゴミだらけなんで、うち昭和2年に建てたうちなんで、もう代々、3代にわたってゴミいっぱいあるの。じゃあのオフ会で竹内さん家に行ってゴミ片付け、お宝をもらって帰るって。お宝いっぱいあると思いますよ、皆さん欲しいやつ。父親も母親もよく英語を見てたんで、その2人が持っていたパンフレットとかもあるんだよな。多分売ったらそれなりに、ね、お宝だらけじゃないですか。あとあの水野晴郎さん入りの水曜ロードショーのパンフレットとかも、じゃ ありますしね。シネマサロンの企画でいきましょう。竹内邸に お宝を探して迷惑です。で、迷惑で、それを全部売って迷惑です。運営費に当てよう。いや、迷惑運営費ってなんだよ本当にもう何が運営費だよ本当。運営費かかってるんですよ、いっぱい。ということでよろしいでしょうかね。はい、はい、雑談コーナーはいつもグダグダでいつも最後グダグダなんで、途中まで今日ちょっと拡張タコだった。そうです、まあまあね、しかもなんか竹内さんがキャラクター真面目だったしね、こう。そうだね、うん、ちょっと劇できなかったですね。コントも、ね、コントも漫才もしなかったよね、うん。ということで、はい、雑談コーナーをお送りしてまいりました、はい。皆さんからのコメントや質問もお待ちしております、はい、よろしくお願いします。どうもありがとうございました。